これじゃあやってこう。来ました。これで、今年のファイターズは120通りします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。疲れました。腰痛くて、こんなに立ってるのがしんどいんだなっていう、はい、いや最初はちょっとなんかその選手の方との距離感をすごく感じてたんですけど、ちょっと時間が経つにつれて、いろんな質問をいろんな選手がしてきたことに、まず一番驚いたのと、こんなことまで聞いてくるんだなっていう、まあ、いわゆるだから選手たちがこうせっかく来てるからいろんなことをこう知りたい、学びたいっていうのを貪欲に考えてる選手が非常に多いんだなっていうのをすごく感じて、もちろん最初に説明したり、僕はこうやってやってましたよとか、こうしたらいいんじゃないですかとか、こうだよっていうのは絶対に言うつもりはなかったので、僕はだから本当にみんな一人一人同じな人はいないと思ってるので、まあ、例えば磯畑選手とかだったらスピードはもう間違いないわけですよね。誰が見ても足が速いのが分かってて、で彼に何が必要かって考えた時にスライディングであったりスタートっていう部分でもうちょっと上手くなれれば、ある程度かなりの盗塁数は期待できるんじゃないかなっていうのはあったので、だからスライディング一つにしてもやるから見ててみたいないう感じのアピールもありましたしね。なんかすごい貪欲だなとは改めて思いましたね。スライディングのところで勢いが弱まってしまったりっていったところを、マーコさんが、映像とかを見てくださってて、スライディングもっとこうした方がいいんじゃないかっていう言葉だったり、そういうアドバイスをいただいたので、最後のスライディングっていったところをもっともっと突き詰めてやっていきたいなっていうふうに感じました。そのさっきちょっと終わってビッグボスにちょっとお話したんですけど、貪欲な選手多いですねみたいな話をしてたら、やっぱりみんな多分上手くなりたいと思ってるし、多分そういう選手が多いんだろうねって話はしてましたけど、それをすごくまず感じました、はい、でも実際に本当頼まれてきてみて、まあ、僕も阪神の OB ではありますけど、そういうことじゃなくて、やっぱり野球界を盛り上げるためにっていうことも僕は考えてきてたので、そういう意味で言うと本当にこうやってちょっとでもね、力になれればなっていうのはすごく思ってましたし、まあ、結果的に来てこうやって選手たちがこれだけたくさん聞いてくれるっていうのは来てよかったなと思いますし、まあ、それはすごく感じてます、はい、変だし1日でどう変わるかっていうのは多分無理があると思うんですよ。ただこれからまあもちろんキャンプもまだ続きますし、その中でもちろん開幕していろいろ苦しいことも多々出てくると思うし、その中で例えば今日話したことが一つでも二つでもなんか引き出しと選手の一人一人に引き出しになってくれてて、何かそのきっかけをつかむときにそれを生かしてもらえたらなっていうふうにはすごく思ってますし、もう本当に期待というか、誰もが注目しているこの日本ハムというチーム、どう戦うかっていうのが楽しみですけど、本当に1年間こうやって関わった以上はね、阪神と同等に気にはなるでしょうから、はい、そういう見方をしていきたいなと。